はい、こんにちは、カボタスです。ご視聴ありがとうございます。本日も昼のトークやっていきます。よろしくお願いいたします。まずは、本日から、フェスですね、ドリームフェスが来ますよということで、本日16時から、カリウサス登場となっております。いやー怖いっすね。デバフが増えていくんだろうなと。昨日もお昼のトークでお話ししましたけども、まずね、技属性強化杯もそうなんですけども、ランクマの方も、今日で切り替わるんですよね、多分ね。となると、デバフのデッキがどんどん増えていくのかどうかですね。そこの動向次第では、やっぱり自分のね、デッキの見直しというところも必要になってくると思われますと。はい。ランクマ、もう、昨日はやってなくてですね。ちょっともう様子見てます。はい。で、とりあえずゲージ、振り切ったところでやってないですけども、順位としては、20位ぐらいね、2日間で、落ちてはいますけども、あと、数時間となりますので、とりあえずね、タモツくんが初めて取れそうだなということで、はい。次をどうするかですね。来月というか今日から。はい。ちょっとデッキ次第にはなるかなと思っておりますけども、いろいろ悩んでます、デッキもね。デバフ、ランクマの方も、結構月末に近づくにつれて、おそらくあれですね、リバウールですね、ネクストドリームのリバウールとかがデバフのキャラクターだったというところもあるかなと思うんですけども、やっぱりちょっとデバフのキャラクター、デッキの方っていうところがちょっと増えたような気がしております。はい。ねえ、これね、リバウール入りっていうのが自分がやってる時はあんまりまだなかったですけども、デバフ自体はね、デッキとしてはちょっと増えてる印象は正直ありました。はい。というところですね。なのでね、どうでしょう。今だとデバフデッキでキーパーが、やっぱり若林をね、使っている、ドリコレの若林を使っている方が、圧倒的に多い印象はありますけども、レシャールという方も、それなりに、見かけましたし、で、そこに、今回ね、レシャールが入ることによって、昨日もお話ししてますけども、属性無視とかね、ちょっとああいったところがどういう影響を与えるかっていうところが、ピエール君がね、どこまで通用するのかなというところもすごく気になりますし、で、自分の今のデッキですと、シュナイダーですね。得点源にはなってますんで、そこがもう完全にね、属性的にも厳しいですし、地上シュートのキラーがありますんでね。どうなるのかなというところですね。ピエール君も基本的にはやっぱり地上シュートマッチアップして読み勝って、地上シュートというところにはなりますから、ね、浮き玉のシュート、一応オーバーヘッドとかもね、ありますし、あれですけども、なかなか、ね、マッチアップボーナス乗った状態でオーバーヘッドっていうのもね、難しいので、かなりね、厳しいんじゃないかなと。はい。セーフティーゾーンもついてるんで、やっぱり基本的にはエリア内から打たないといけないだろうなというところもありますし、はい、この攻略、どうすべきかというところが、はい。まずはね、今後の鍵になってくるのかなと思っております。で、ちょっとデッキもいろいろと、考えてはいるんですけども、どうでしょうかね。ちょっとデバフ耐性のデッキっていうのが、なかなかちょっと自分は作ると厳しいんですよ。なので、ベースはあまりやっぱ変えたくないっていうのもあるんですけども、そうっすね。やるとしたらこの石崎くんのところに、例えばカーザグランデとか、だときついだろうな。はい。あとは、シュミット兄弟
でね入れると、デバフ耐性としてはそれぞれ 3.5 ずつだったかな、なので一気に上がるんですけども、ちょっとやっぱりデッキをね、だいぶ崩さないといけないというところもありますので、このあたりがねちょっと悩みどころではございますね。はい、あと何よりも、キーパーじゃなくてシューターですね。シューターどうしようかなと。はい、やっぱり一番はやっぱりね、属性が意味ないのか、うん、そうするとやっぱヒューガ君とかがねどんどんね強くなってくるのかなっていうのもありますし、かといって、まあ、やっぱりね若林くんが一気に減ることはないんだろうと思いますんで、うん、デバフのデッキに若林くんっていうのは十分ありえますからね。そうするとあまり変えすぎても、ね、まあ、自分のコンセプトがこうどんどんずれてちゃってもね、良くないなと感じていますし、それこそ昨日もちょっと昼のトークでお話しさせていただきましたけども、やっぱり使い慣れている、フォーメーションだったりね、使い慣れているキャラクター、やっぱり技の構成とかって、こう今のデッキがベースにしているので、結構あれなんですよね。例えばリバウール使った時にこうシュナイダーがいなくてシュートが打てなかったりとか、いうことも、技属性強化杯でもね、やらかしてたりもしますので、ちょっとその辺は注意したいなと。はい。というところでございます。環境がね、どういう風に変わっていくのか。はい。今後ね、まあちょっと注意しながらね、やっていかないといけないなというところでございます。あとは、ピックアップですよね。どうでしょうか。まあミューラーがね、出てからまだ一回もピックアップ出てないんですよね。ただ、キーパーにキーパーってどうなんでしょうね。あり得るのかな。はい。で、まあそろそろナポレオンが来そうな気もしますしね。ナポレオンが、昨年の11月ですね、確かね。キャラクターなんで、多分サイクル的にはそろそろ入ってきてもいいのかなと。はい。で、属性だけ見ちゃうとね、例えばミューラーとナポレオンだとどっちも力になっちゃうんでね、なかなかその組み合わせもあれかなと思いますし、なんかこう一気に例えばですけどもね、キーパー、ミューラーとサリナスでこう3属性のキーパーとかいうことがあるのか。まあそうするとね、なかなかこう別にもう持ってる方もね、いるとは思いますんでね、ちょっと引く方が減ってきちゃうのかなとかね、いろいろあると思いますんで、ピックアップがどうなるかっていうところは一つ楽しみにはしたいなと思います。はい。ちょっとだけナポレオンが実は気になってます。デッキとしては、今即海外の、チームスキルを使っているんですけども、力クラブっていうところを、やろうと思うと、例えばトップですね、3トップの真ん中、今個人的にレビンを使ってますけども、そこに例えばナポレオンとかを入れて、力クラブっていうところが、組めたりはするんですね。なのでちょっとワンチャンそういうところでやっていくのもありなのかなとか、はい、まあ、ベンチメンバーをね変えながらやっていく。ちょっと交代枠の使い方とかがまたね、今までと変わってきちゃうんでね、いろいろ考えなくてはいけないとなっちゃうんですけども、まあベースを崩さずに、部分的にってなるとそういうやり方もあるのかなとか、まあそれと同時にやっぱりデバフ耐性っていうところも少し頭に入れないといけないかなとか、まあいろいろとちょっと考えちゃいますね。はい。なのでまあ一つはねピックアップ含めてちょっとこの、ドリフェス、まあ、内容次第で、ちょっと引くか引かないかっていうところもね、含めて、考えたいなと思っております。はい。あとはですね、まあ、イベントがね、それこそチャレル、まあ、チャレルはま、工場だからいいか。イベントの方としては、メダル集めがあと1週間弱ですね、金曜日までになるかと思いますんで、まあ、ある程度、メインどころの、報酬はね、
もらって取り替えたりしてますんで、まあ、少し残り、ちょいちょい時間あればやっていきたいなというところかな。で、何よりも、オンライン、技属性強化杯に関しては、初日で終わらせてますので、今週は割と、そういった意味では、またやることがね、結構、ないと言ったらあれですけども、ちょっとまったりになりそうな気はしてますので、ちょっとランク、まあ、とりあえずはね、スパスターに上がるというところはやっていきますけども、怖いなと思いながらね、はい。ちょっとね、様子見ながらやっていきたいなと思います。はい、そんなところでございますかね。あとは、これあれかな、ネクストドリームが今日で終わるのかな？そうですね、ネクストドリームが、はい、本日の、これは10、だから14時、じゃあ15時59分までなのかな？はい、で終わるんじゃないかと思いますんで、そうですね。はい。まあ、まだね、この辺引いてない方、どうしようかなと迷ってる方、多くいらっしゃると思いますけども、はい。まあ、結構やっぱチャービー、見かけますしね。昨日もコメントでいただきましたけども、まあ、チャービーやっぱ強い、パスとかが結構強いですね。中央エリアにいると、かなり、強いです。はい。で、イエニスとはね、マッチアップしちゃうと、まあ、いろいろと、封印無効だったり、封印持ってたりとか、しますんでね。まあ、その辺も強いかなというのと、まあ、リバウルは、シュートがね、非常に強いですので、まあ、この辺、自分はこの間お話ししてるかと思いますけども、とりあえず1体だけは、確保してますので、これをね、通常のデッキで使うか、もしくは、ちょっと技の移植用に、使うかというところも含めて、検討はしているところではございます。はい。そんなところですね。はい。あ、これも今日で終わるんですね。はい。まあ、1回目引いてないですけども。はい。はい。そのところです。ね、あとまあ月曜日なので、もしかしたら他にお知らせの更新、なんかね、また、水曜とかに、ガチャの更新とか、多分、ヒューガくんも今日までか。たけしが金曜までか。だから水曜更新ってのはないのかな？はい。あ、もしかしたらね、何かしらちょっとお知らせの更新とか、来るかもしれませんので、何かあればまた、読み上げの方もさせていただければと思いますので、その際はよろしくお願いいたします。はい、というところで、本日以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。